おどうもお疲れ様です。本日のセルシオ30は中古車情報ですね。えー、先月もこれやったんですけども、まあ、どのセルシオもね、掲載期間が結構短いんですよ。まあ、つまり、先月、ここに出ていたセルシオがもう1ヶ月もせずに売れてるってことなんですよね。で、売れた分新しい30セルシオが掲載されてるということになります。で、ご覧のようにね、結構な価格。 100万から200万の間のセルシオっていうのが、まあ最もね、うん、程度もいいし、見栄えもいいし、で、回転もいいみたいなんですよね。やっぱりそこそこの金額になると、こうやって、ディスプレイもかっこいいですよね。で、見てください。こちらのセルシオ、257万なんですけども、月々4万5500円と。うん、ま,あまあまあの金額ですよね。 けど、これ、なかなかいい価格設定と、例えばこちらの方なんて、ローンが2万ですからね。これだったら何とかやっていけそうですよね。はい。でね、ちょっと今回は絞りながらやってみようかと思うんですよ。まずは、金額ですけども、100万以下。100万以下でいきましょう。えっ、ー、と、ローン月々。金額はどこに入れるのかな価格でこれか。 えここでね100万以下で買えるセールしようってことにすると一気に85台までになりますで85台で見てみますその中でもやっぱり黒と白でしょうねカラーはこれとこれ58台になりますはいそうすると109.8万円これなんてのはねアルミホイールもなかなかかっこいいのかなと思いますうんやっぱトップに出てくるだけありますね それから黒。こちらの方も、うん、なかなかですね。はい。まあでもね、私はね、ホイールとの組み合わせがすごく大事だなと思うんですけども、うん、まあ、これとか私好みですね。30のこれ前期ですね、でもね。前期と後期なら後期の方が絶対いいかなと思いますんで、まあ、こういった形になるかなと。105万。 これ悪くないんじゃないですちょっと見てみましょうか。うん。見た目はまあ、いいですね。えっと、これはバンパーも入れ替えてるのかな社外品に。で、スポイラーがぐるっと車を取り囲んでます。はい。フロントから見るとこんな感じで、まあ、なかなかの威圧感ですね。やっぱりこう、大きめの車の黒ってのは、独特の威圧感ありますね。 はい、このような形で止めると、まあ、駐車場もね横に止めてくる車は少ないのかなと思いますうん後ろのスポイラーないですねこれねまあサイドはいいんですけどもこれだとちょっと段差は気をつけないといけんですね、はい、後ろあ後ろもまあまあついてるっちゃいえばついてるのかなうんなるほどね 悪くないと思いませんか見た目は。ね、でえ、こちらの方はね、走行距離が10万キロ超小なんで、あんまり乗られてないっていう評価ですね。15万キロぐらいだとね、あの、まあ、このクラスのセルシアンはよくあるなって感じですけども、これは走行距離少ない方なんで、多分、あれですよね、もう個人が乗ってたというよりも、法人の車か、公用車に近いのかなと思いますね。 中は革張りですか川ね川は悪くないんですけどねうんああここの運転席なかなか座り心地良さそうですこれは後部シートのドリンクホルダーそれからコンソールですねで後ろにはこうやってカーテンがオートでつくようになってます で、これはトランクルームとの、まあ、コマンドですね。トランクルームほんと広いですからね。今私が乗ってるセルシオ、トランクルーム開くことほとんどないですけども、まあ、広くていいんじゃないっすうん。工具入れ。うん。それからスペアタイヤ。あセルシオってスペアタイヤ入ってんだ。なんか最近の車ってスペアタイヤないパターンが多いらしいですけどね。で、意識入っているということですね、これ。 うん、もうこの前ね職務質問を受けてでこの備え付けの工具ですよ備え付けの工具ですらねこれ聞かれましたかねいろいろこれ何に必要なんですかとか言ってドライバーとか本当はダメなんですよとか言っていやこれメーカー備え付けの工具じゃないかって言ったんだけども武器に該当するらしいんですよとんでもないなんか言いがかりにしかなんないですけどね まあこの辺りもなかなかいいんじゃないですかうん。いや、やっぱいいですね。どこを取っても、やっぱりザ・高級車ですよ。うん。今、これがね、100万円前後で買えるわけですからね。うん、すごい、お得感あるかなと。買うだけだったら、ほら、軽自動車よりも安いですから、これ、うん。これは、あの、あれですね。 ひじかけんとこですね。ああ、ランプね。はいはい。サンルーフもついていると。だいたいサンルーフついてますよね。この時代のセルシオってのは。つけないパターンってあんのかなしかしサンルーフ使うことはほとんどないですから。何なんでしょうかみたいな。ははは。ほんとアクセサリーですね。いや、やっぱりこのタイプのホイールが私は似合うと思うんですよ。うん。あ、これは。 何でしょうかレーダーかな、はい、黒ね、うん、黒悪くないんですけどもやっぱりね、うん、まあ黒白がいいかなやっぱり私の場合は、うん、なんか黒はねいかにもって感じなんですけども白があこれこれいいじゃないですかなかなかいいですよこれ。 今日はこの車も紹介しましょう。だから、これはデカール貼ってるんですね、これね。うーん、これ3の前期かなあ、ホイールちょっと気に入らないですね。これ前期ですね。やめときましょう。うん。これこれ。うん、まあホイールが私好みじゃないと。これはすごいローダウンしてますね。うん。かなり。 アグレッシブ、うん、まあいろいろとあこれねこれいいじゃないですかうんここまでいきましょうかじゃああとこれだけ一緒に見ていきましょうホイールがあいまいちかなホイールうんちょっとこの辺までにしときましょうかねなんか今日は大したコメント私も言えませんでしたけどもまあとにかくね あの、セルショは回転が早いです。多分、中古で出される方、下取りに出される方ね、まあ、すぐに買い取ってもらえると思います。それから、セルショをね、サンマルセルショが欲しいなと思ってる方、今見てるセルショほとんどがもう1ヶ月以内に売れると思いますよ。うん、そのぐらいね、回転早いんですよ。こうやって、サンマルセルショずっと見させてもらってますけども。うん、やっぱりね、100万円前後で、 これだけの車が今手に入りますからね、うん、それこそセカンドカーとかまあ人によっては3台同時醤油ってのもありえるんじゃないかなと思いますねうんまあ3台はないか特に2台とかはありますよ色違いのセルシオとか2台持つってのもありますからねうんはいじゃあ今日はこのとこですかねお疲れ様です